全世界の競馬ファンが待ちに待った真の世界一決定戦第2回ムンムンと再来日、フランスが誇る史上最強牝馬、新しい衣装と香水で今回もオス馬と観客を誘惑します。騎手はソニアの妹クレモンティーヌ・ゾラ、姉以上にムンムン。目の周りが黒い大変貴重なチャイナ種、可愛いので誰も文句は言えません。騎手はリー・ラオチュー、自称100歳、趣味は餃子いじり。全世界の競馬ファンの祭典が再びやってまいりました。第2回ジャパンワールドカップ、世界で最も強い馬はどの馬なのか、選び抜かれた8頭による頂上決戦。ここ東京競馬場にはその歴史的瞬間を目撃しようと、今年も20万人の観客が詰めかけています。さあファンファーレ。1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。電馬ゲートイン大成完了。スタートしました、世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカロングボディのハリウッドリムジン、のみの心臓チキン兄弟と早くもコサック。続く3番直線番長、騎手は元暴走族反川姫路、そしてフランス2番ピンクフェロモン、クレモンティーヌはすでにモデル業界を追放されています。1番銀シャリボーイ松岡雅美はこの位置と早くも寿司をおこを出してきた。その後ろ6番 PP ドーナツ、操るのは海賊ボーイカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン、馬には見えない。追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラー、非常に大きな馬、騎手はケニアのムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジ、コーナーに負けない強靭なボディになっています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーハリボテ転倒、やはり曲がれない、コーナーに勝てない。
大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイ、じわじわ来ている。さあ最終コーナー、先頭ハリウッドリムジン、内から銀シャリが上がってきた。番長外に膨らんだか、ピンクフェロモン、クレモンティーヌが立ち上がってムチを抜いた。ジャンボランプラーではサンコンがのれんに腕を押し、さあゴールまで残り400。日本松岡の銀シャリトップに躍り出た。追いかけるアメリカ、ハリウッドリムジンはダブルジョッキーパワードバイコサック、そしてフランスピンクフェロモンも外から来ている。クレモンティーヌ外からムンムン来ている。とこの音、このテーマソングは直線番長、ソリカー先輩、ロケットカウルが決まっている。逃げる銀シャリ、前足が回った。これは寿司ウォークターボ、早いぞ銀シャリ。追いかける番長、内側からゾウも上がってきた。追い込む小さく寿司ウォーク、銀シャリ回った、マゾーカ回った、スピンアンゴール、着地も決まった。銀シャリボーイ、銀シャリが回っている。いや、世界が銀シャリを中心に回っている。高速回転寿司、誰も手が出せない。確定しました。1着1番銀シャリボーイ、2着にはジャンボナンプラーが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、またお会いいたしましょう。鑑評満期。1番人気、1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲータイム体制完了、スタートしました。世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、ロブチキンとウィリアムチキンと早くもコサック。続いて3番直線番長、フロナシ参上だけど金髪、そしてフランス2番ピンクフェロモン、またがるのはソニアの妹クレモンティーヌゾラ。1番銀シャリボーイ、松岡雅美はこの位置と早くも寿司ウォーク、早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナッツ、騎手はリトルパイレーツ、カルキンジュニア。続くのは5番中国からの刺客、コンコン、馬には見えない。追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手はムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジ、前回よりも馬体重が54キロ増えています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回っとハリボテ、ケットやはり曲がれない、54キロは重い。大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイ、じわじわ来ている。さあ最終コーナー、先頭4番ハリウッドリムジン、そして内から松岡の銀シャリも上がってきたぞ。ここでクレモンティーヌがムチ打ち返し、ジャンボナンプラーでサンコンが濡れた脇を乾かしている。さあフェロモンが来た、ピュンピュンと飛び散るムチの音、ムンムン来ている、ムンムン溢れている、甘い甘い腐ったパイナップルの匂い、吸い寄せられる後続、ご褒美が欲しい、ご褒美来た。そしてスッポンポーン、みんな大好きスッポンポン、あみんな揃ってスッポンポーン、みんなが脱いでいる、観客も脱いでいる。ピンクフェロモン、今圧倒的な匂いでフィニッシュ、スッポンポーン。これがクレモンティーヌ、これが妹の神通力、府中の20万人がスッポンポン。確定しました。1着2番ピンクフェロモン、2着には銀シャリボーイが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、次は競馬場でお会いしましょう。スッポンポン。1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲータイム体制完了、スタートしました。世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、チキン兄弟が2人乗りをしたと早くもコサック。続いて3番直線番長、ピカピカの金髪リーゼント、そしてフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン、騎手はソニアの妹クレモンティーヌゾラです。1番銀シャリボーイ、松岡雅美はこの位置と早くもここで寿司ウォークを出してきた。これは早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナツ、騎手は3歳児のカルキンジュニア。続くのは5番中国からの刺客、コンコン、馬には見えない。これを追いかけるのが7番タイのジャンボランプラ、非常に大きな馬、騎手はケニアのムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジ、コーナーで負けないようバージョンアップを施しています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを待っと、ハリボテ先頭、やはり曲がれない、金属のめくれる音。大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイもじわりじわり上がってきている。さあ最終コーナー、先頭ハリウッドリムジン、内から銀シャリも上がってきた。とフェロモン早くもムチを振り込んできた。甥っ子もまねっこ、小さくムチを振る。サンコンは観客に謝罪をしている。残り400、先頭はリムジン、銀シャリ前足のスイッチが入った。外側コンコンキャッチアンドロール、大外からロケットカールの直線番長、カールが取れた、整備不良。ここで銀シャリトップ、寿司ウォークターボだ、すごい前足、リムジン離された。しかし外からローリングチャイニーズ、コンコンがコロンコロン来ている。先頭銀シャリボーイ、コンコンも粘っているぞ。となんだ、番長帰ってきたー。
俺が番長のやり方、これが番長革命。おいっ子カウルが小さく幅寄せ、朝までドライブ直線番長、番長男になりました。見事なノッキング、泣いている。馬も決め地も泣いている。タイヤハンドルドアミラー塩辛ピンクの俺のマシン確定しました。1着3番直線番長、2着は弟子入り PP ドーナッツ。ジャパンワールドカップ、またお会いいたしましょう。そこんとこよろしく。1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン。初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了。スタートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、ニュースタンダードのリムジン氏と早くもコサック。続いて3番直線番長、黄金色のお宝頭、そしてフランス2番ピンクフェロモン、騎手はクレモンティーヌ、パパラッチが大集合。1番銀シャリボーイ松岡正美はこの位置と早くもここで寿司ウォークを出してきた。これは早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナッツ、騎手は3歳児のカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン。馬には見えない。追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手は無愛三根です。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジー、ずっしりと増えた馬体重が吉と出るか。さあどうなる。今回も混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナー、ハリボテゲット、曲がれない、いろいろと投げ出されている。大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭遺伝ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイもじわりじわり上がってきている。さあ最終コーナー、先頭ハリウッドリムジン、内から銀シャリが上がってきた。番長外に膨らんだか。ピンクフェロモン、クレモンティーヌが立ち上がってムチを抜いた。ジャンボランプラーではサンコンがのれんに腕を押し、さあゴールまで残り400。日本松岡の銀シャリトップに踊り出た。追いかけるアメリカ、ハリウッドリムジンはダブルジョッキーパワードバイコサック、そしてフランスピンクフェロモンも外から来ている。クレモンティーヌ外からムンムン来ている。とこの音、このテーマソングは直線番長、反川先輩ロケットカウルが決まっている。逃げる銀シャリ、前足が回った。これは寿司ウォークターボ、早いぞ銀シャリ。追いかける番長、内側からゾウも上がってきた。追い込む小さく寿司ウォーク、と回った、銀シャリ回った、松岡も回った、止まった。これはおにぎりウォーク、まさかの失態、生米が腹の中でおにぎりになりました。悪い癖、しかしうまい米、松岡お手上げ。確定しました。1着3番直線番長、2着にはジャンボナンプラーが入りました。ジャパンワールドカップ、またお会いいたしましょう。焼きたらこ。1番人気、1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン。初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了。スタートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、見分けのつかないチキン兄弟と早くもコサック。続いて3番直線番長、ひるがえる金色の襟足、そしてフランス2番ピンクフェロモン、騎手はフレンチスキャンダルクレモンティーヌ。1番銀シャリボーイ松岡正美はこの位置と早くも寿司を送り出してきた。これは早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナッツ、操るのはカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン。馬には見えない。追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手は無愛三根です。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジー、信頼関係だけで走っています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ各馬第3コーナーを回っていくと、ハリボテーレジー解散、現地解散。大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイもじわりじわり上がってきている。さあ最終コーナー、先頭ハリウッドリムジン、内から1番銀シャリボーイ、外から2番のピンクフェロモン、クレモンティーヌがムチを抜いた。その後ろ7番ジャンボナンプラーの上、サンコンが虫を払っている。最後の直線、先頭銀シャリボーイ寿司ウォークターボ、フェロモンひときわ厳しくムチが入る。ハリウッドリムジンも必死に胴を伸ばしている。その後ろサンコンと甥っ子の周りに虫が飛んでいる。と大外から直線番長ぶっこんできた。残り200と銀シャリボーイ回転、松岡スパート、外から番長も上がってきている。ハリウッドリムジンが顎が上がったぞ。チキン兄弟何か叫んでいる。失策、内からナンプラ、ナンプラ来た、ナンプラ来た、ナンプラ首が取れた。届くか、届くか、届くと、リムジン発射、ごぼう抜き。これがアメリカの競馬、これがロケット社会。 CQCQ こちらヒューストン、 CQCQ 射程距離 OK。確定しました。1着4番ハリウッドリムジン、2着には銀シャリボーイが入っています。ジャパンワールドカップ、またお会いいたしましょう。 CQCQ こちらも基準位置。1
1番人気1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了、スタートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカロングボディのハリウッドリムジン、しがみつくチキン兄弟と早くもコサック、続いて3番直線番長黒いボディに金色のトサカ、そして2番ピンクフェロモン、騎手は汚れたフレンチトーストクレモンティーヌ、1番銀シャリボーイ松岡雅美はこの位置と、ここで早くもスシュウォーク、早すぎないか、その後ろ6番ピーピードーナツ、甥っ子ジョッキーカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン、馬には見えにくい、追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手は無愛三根です。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテレジ、破れにくい構造に改良されています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回っていきます。とハリボテテッド曲がれない、鉄の破れる音、大きな気を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく、先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイ、じわじわ上がってきている。さあ最終コーナー4番ハリウッドリムジン、少し鈍ったか、内側から1番銀シャリボーイがトップ、ピンクフェロモンクレモンティーヌがムチ振り、ジャンボナンプラーの上方位磁石が北を探している。残り400、先頭銀シャリの上松岡ダブルスシュウォーク、続くピンクフェロモンクレモンティーヌがフェロモンチャージ、そのフェロモンを浴びているのが番長ソリカワ、ぺったりと張り付いている。ジャンボナンプラーの上三根北はどっちだ、ハリウッドリムジンチキン兄弟が毛玉のむしり合い、おいっ子から少しフェロモンが出ていると、どうしたコンコンから耳障りな音、中国のコンコンさっきよりやや引き締まった印象と、足が乱れたか、グラグラしている、ガタついている、震えている、震えている、目が赤い、コンコン来た、コンコン来た、コンコン届くか、コン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 、ヤングコーン、中国4000年のサスペンス、リーチ一発天面ジャン、ウーロンピータンニラマンジュロン、確定しました。1着5番コンコン、2着にはピンクフェロモンが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、次は競馬場でお会いいたしましょう。黒いキクラゲを、1番人気1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了、スタートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカロングボディのハリウッドリムジン、チキン兄弟が2人乗りをしたと、早くもコサック、続いて3番直線番長ピカピカの金髪リーゼント、そしてフランス最強牝馬2番ピンクフェロモン、騎手はソニアの妹クレモンティーヌゾラです。1番銀シャリボーイ松岡雅美はこの位置と、早くもここでスシュウォークを出してきた、これは早すぎないか、その後ろ6番ピーピードーナツ、騎手は3歳児のカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン、馬には見えない、これを追いかけるのが7番タイのジャンボランプラ、非常に大きな馬、騎手はケニアのムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテレジ、コーナーで負けないようバージョンアップを施しています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回ると、ハリボテ先頭、やはり曲がれない、金属のめくれる音、大けやきを抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく、先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイもじわりじわり上がってきている。さあ最終コーナー先頭4番ハリウッドリムジン、内側銀シャリも上がってきた、ピンクフェロモンクレモンティーヌがムンムン上がってきている、そして巨大なジャンボナンプラーの上三根靴ずれが痛い。残り400、先頭に立ったのは日本松岡銀シャリボーイ、スシュウォークで逃げの体勢、そうはさせないピンクフェロモンクレモンティーヌのムチがなく、リムジンも伸びる、胴が伸びている、巨大なジャンボナンプラーの上どうにもこうにもブーツがきつい、と外から直線番長、これは不可思議、テールが流れているぞ、とパンダの上海賊カルキン、燃料とガムをよこせ、取り返しいっぱいドカーン、我の名はキャプテンカルキン、打ち方よーい、ドーンとドカーン、上陸祝杯をあげろ、永遠の3歳児カルキンジュニア、勝利のガムは焦げた火薬の味がする。カメラ目線確定しました、カメラ目線です。1着6番ピーピードーナツ、2着には銀シャリボーイが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、またお会いいたしましょう。1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了、
タートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、しがみつくチキン兄弟と早くもコサック。続いて3番直線番長、黒いボディに金色のトサカ、そして2番ピンクフェロモン、騎手は汚れたフレンチトーストクレモンティーヌ、1番銀シャリボーイ松岡正美はこの位置と、ここで早くもスシュウォーク、早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナツ、甥っ子ジョッキーカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン、馬には見えにくい、追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手はムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジ、破れにくい構造に改良されています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回っていきますと、ハリボテ転倒、曲がれない、鉄の破れる音、大きな気を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイ、じわじわ上がってきている。さあ最終コーナー、先頭ハリウッドリムジン、内から銀シャリも上がってきた、とフェロモン早くもムチを振り込んできた、おいっ子もまねっこ小さくムチを振る、サンコンは観客に謝罪をしている。残り400、先頭はリムジン、銀シャリ前足のスイッチが入った、外側コンコンキャッチアンドローン、大外からロケットカールの直線番長、カールが取れた、整備不良、ここで銀シャリトップ、スシュウォークターボだ、すごい前足、リムジン離された、しかし外からローリングチャイニーズ、コンコンがコロンコロン来ている、先頭銀シャリボーイ、コンコンも粘っているぞ、となんだ、番長帰ってきた、これが番長のやり方、これが番長革命、おいっ子カウルが小さく幅寄せ、朝までドライブ、直線番長、番長男になりました、見事なノッキング、泣いている、馬も決め地も泣いている、タイヤハンドルドアミラー塩辛ピンクの俺のマシン、確定しました。と1着 PP ドーナッツ、これはあー、おいっ子カルキンが鼻差で刺していた、おいっ子逆転勝利、番長は無念の2着となりました。ジャパンワールドカップまたお会いいたしましょう。八幡ピーナッツ。1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了、スタートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、ニュースタンダードのリムジン手と早くもコサック、続いて3番直線番長、黄金色のお宝頭、そしてフランス2番ピンクフェロモン、騎手はクレモンティーヌ、パパラッチが大集合、1番銀シャリボーイ松岡正美はこの位置と、早くもここでスシュウォークを出してきた、これは早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナツ、騎手は3歳児のカルキンジュニア、続くのは5番中国からの刺客コンコン、馬には見えない、追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手はムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾、8番我らがハリボテーレジ、ずっしりと増えた馬体重が吉と出るか。さあどうなる、今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナー、ハリボテゲット、曲がれない、いろいろと投げ出されている、大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイもじわりじわり上がってきている。最終コーナー、先頭ハリウッドリムジン、内から銀シャリボーイが上がってきた、ピンクフェロモンムチが入る、ジャンボナンプラーの上ムアイサンコン馬を挑発、中国のコンコン内側から押し上げているぞ、残り400、先頭は銀シャリボーイと前足が回った、スシュウォークターボ、大外から番長ロケットカウルが飛んできた、2番手はピンクフェロモン、3番手ハリウッドリムジン、胴体が伸びている、 PP ドーナツは小さくスシュウォークと、パンダのコンコンキャッチアンドロール、しんがりジャンボナンプラーの上ではドゾーが起こった、振り回せサンコン、振り回されている、起こった押し置きモンスーン。さあ先頭争いは馬とダンゴムシ、リムジンも伸びてきている、どっちだどっと、あっあっと、リプレー、突き刺さった鼻ストレート、ジャンボナンプラー、ゾウさんお鼻が硬いのね、そうね、サンコンは眠いのよ、ジャンボナンプラー鼻差で大逆転、確定しました。1着7番ジャンボナンプラー、2着にはハリウッドリムジンが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、次は競馬場でお会いしましょう。花を大切に。1番日本の誇り銀シャリボーイ、2番人気は2番フランス最強牝馬ピンクフェロモン、初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了、
スタートしました世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカ、ロングボディのハリウッドリムジン、しがみつくチキン兄弟と早くもコサック。続いて3番直線番長、黒いボディに金色のトサカ。そして2番ピンクフェロモン、騎手は汚れたフレンチトーストクレモンティーヌ。1番銀シャリボーイ松岡正美はこの位置と、ここで早くもスシュウォーク、早すぎないか。その後ろ6番 PP ドーナツ、おいっ子ジョッキーカルキンジュニア。続くのは5番中国からの刺客コンコン、馬には見えにくい。追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラ、非常に大きな馬、騎手はムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾8番我らがハリボテーレジ、破れにくい構造に改良されています。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回っていきます。とハリボテ転倒、曲がれない、鉄の破れる音、大きな気を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイ、じわじわ上がってきている。さあ最終コーナー、先頭4番ハリウッドリムジン、そして内から松岡の銀シャリも上がってきたぞ。ここでクレモンティーヌがムチ打ち返し、ジャンボナンプラーでサンコンが濡れた脇を乾かしている。さあフェロモンが来た、ピュンピュンと飛び散るムチの音、ムンムン来ている、ムンムン溢れている、甘い甘い腐ったパイナップルの匂い、吸い寄せられる後続、ご褒美が欲しい、ご褒美来た。そしてすっぽんぽん、みんな大好きすっぽんぽん、あみんな揃ってすっぽんぽん、みんなが脱いでいる、観客も脱いでいる、ピンクフェロモン今圧倒的な匂いでフィニッシュしない、回っている、これは楽しそう、ピンクフェロモンと輪になって踊ろう、盛り上がってきたぞ。こっちにもパイナップル酒を回してくれ、馬があったら混ざりたい、青空秘密クラブラ・クレモンティーヌへようこそ。と後ろから何か来た、これはハリボテーレジー 2.0、 バージョンアップは伊達じゃない、3人寄れば馬より強い、ゴールしてなお加速する、チョコレート色の自転車操業確定しました。1着8番ハリボテーレジー、2着にはハリウッドリムジンが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、また次回脱いだ衣類は持ち帰りましょう。